第2回選手メシクイズ、両者発表のせともっちです。はい、今回はね、以前やった正式名称クイズを2回目やっていこうと思います。 OK、 なるほど今のところ変わってないけど大丈夫。いや、もうこっから、こっからか、流れがある。あ、はいはい、そう、引っ張っていく、うん、お前が喋んねえのに引っ張っていく、その合図中でこの世にはね、はい、商品が溢れてるわけですよ。間違いない、うん、食べ物とか無機物とか有機物とかいろいろあるんですけど、はい、それには全て正式名称というものが存在します。はい、まあ、例えば前回やったやつで言うと、まあ、レモン汁、調味料のレモン汁の正式名称はなんかドレッシングとかかなと思いきやレモンっていうね。まさかのね、そう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 、果汁かよ。そう、まさかのレモンだったって。じゃああのレモンは何なんだってことになっちゃうんですよ。なるほど、っていうのを今回当てていこうっていうことで喋んないや、ずっと喋んない、気になっちゃって喋んなぞ。引っ張れてなんだよ、お前なんだよっていうのを今回はね、当てていこうと思います。はい、というわけで今回は正式名称クイズ第2回です。やっていきましょう。はい、第1問。はい、最初はこちら。なんだそれ。うわぁ、大好き。マジでチータラ。チータラ好きじゃないの。チータラ好き、俺も。一口チータラ。まあ1問目だから、じゃん、見る。いや、でも多分これでしょうってのはあるけどね。分からん、分からん。 OK、 よし、じゃあ載せから。魚の切り身。マジ。 チータラといえど、その本体はタラなんですよ。うん、傾向的にアバウトじゃないですか、正式名称って。そうだね。なんで、まあ、魚の切り身っていう大枠で捉える。なるほどね、うん、大枠すぎないか。そう、大枠すぎは、すぎるとは思ったもん。いや、チーズはあくまでも付属だとしたら間違ってるよ。魚の切り身で分けないもん、カテゴライズしないもん。これです、おつまみ。あー、そんな、そういうのもあったな。大枠で捉えるとしたらこれよ。なるほど、なるほど。さあ、この世のもの、あなた魚の切り身で分けますか。いや、分けません。ほらじゃあ次、もっち。加工食品。え？いや、どうなの。え、こういう系じゃないの、結局正式名称って。正式名称、確かね、ソーセージとか加工食品だった気がするんだよね。加工肉とかじゃなくて。まあ、加工肉だったけど、加工食、まあ、多分違うからいいよ。いや、わかんないじゃあ正解。はい、正解は魚介加工品。うわー、もっち惜しい。惜しい。マジか。マジか。惜しい。もっち一番惜しい。マジか。でも魚介もあんのか、やっぱり。じゃあ次。点数入んないんだ。これ、あ、そう。かわいそう。いや、点数、じゃあちょっと罰ゲームつけよう。何の罰ゲーム？久々に罰ゲームじゃないですか。じゃあ、一週間、面白い正式名称のものを探して、ツイッター載せる。重。やだ。じゃあ行こう。はい、第2問。どうした、まあ、あ、点数忘れてた。そうそうそう、危ない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 。もっち 0.5 点。 0.5 か。まあ、妥当妥当妥当だよ。今かすってるからな。第2問。はい、うーわ、ラリーは、ええー、よいしょあ、おいしょ。じゃあもっちから。はい、いきます。びっくりチキン。びっくりチキン。はい、来ました。いや、もう知らんてー。これはもう常識だよね。常識すぎる。常識だよ。わからんてー。こんなんびっくりチキンでしかないだろう。もう出してみろよ。なんで、なんて書いてあるんだよ。俺はやっぱりさっきと同じで大枠なのかなって思いました。なるほど。はい、鳥のおもちゃバカじゃないの、マジで。なんで。あるわけないじゃん、鳥のおもちゃ。あるべ。別にいいけどね、お前が不正解続ける分に俺らは別に何も問題ないから全然いいんだけど。全然いい。どんでん返しあるよ。なわけ、はい、どうぞ。もういいよ、もういいよ、ないから。答え、絶対ない、うん、絶対ない。叫ぶチキンさん。おお、え、でも大口叩き上がって、でもチキン、チキンだよ。でもびっくりチキンだもんな、これ。これこれだ、びっくりチキンだって。かぶってんだよ、二人の回答が。いや、違う、びっくりチキン。いやいやいや、だってね、びっくり叫ぶチキンさんで認識してる人多分少ないぞ。まあね、名称だから。あ、まあそうか。0.5 点、0.5 点、0点。いやー、それはそう。鳥のおもちゃなわけないよ。鳥のおもちゃはないよな、さすがに。聞いたもん。第3問。はい、こちら。いや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 、うわ、待って、これ前回もあったぞ多分。嘘。あったっけ。
じゃあ、アルタ、俺が見ただけだ、ドンキで。いや、これはいけるわ。思い出せ。ああ、当ててほしいね。うわ、待って、待って、やばい。うわー、いるのにな、ここに。じゃあ、ハルキから。いいの、俺からね。いや、やめとこう、モチから。乾燥豆類。ああ、思った、思った。思った。こんなんだ、俺も見たような気がするんだよ、前回。自分で探してるときに、こんなんだった気がする。じゃあ、次、乗せ。ああ、うん、乗せ。うん。俺は豆じゃなくてこっちだと思いました。乾燥果実。うわー、あるナッツってちょっと果実っぽくない？まあまあまあ、確かに確かに。じゃあ最後春樹を踏まえまして、はい、いろいろ考えた結果、はい、落ち着きました。落ち着いた？豆。まあまあまあ、わかるわかるでしょ。わかる。そんないく？めっちゃわかる。じゃあ正解は木の実。うわそうだ悔しい。木の実だ。そうだ木の実だ。そうだ。うわいけたよ、これ。これはいけたな。じゃあ点数どうすか。俺実が入ってますけど。そうだよね、そうだよね。実が豆と果実違くね。いやまあみんなゼロかな。あぶねー。あんこ。こちら。うわ出た、こういうパターン。牛カルビマヨネーズ。あれが抜けてたりすんだよ。なにあれって。こっそり言ってよ。こっそりこっそりカメラに言ってよ。冷凍。これじゃあヒントいいかな。ヒントが、まあ、難しい、ってこととちょっと長いかな。長いんだ。そんなゆっくりでいいのに。もっと動き早くない？普段は別にそうでもないけど、うん、なんか動きで書き消そうとしてる感じはあるよね。だよね。その早くしてよっていうのをこれで早く書き消してる感じはある。普段から。オッケー。よし。じゃあ春樹から。はい。冷凍保存食品。あーそこまで行く？冷凍にフォーカスした。じゃあそっちじゃない方行ってよ。のせ。牛肉加工食品。あまあなくはない、はい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 、なくはないな。冷凍はもう主だ。物を見ればもう牛肉や。まあまあまあな、まあなっていう推理。じゃあ俺いいっすか。うん、はい、冷凍加工食品かっこ牛肉。うわー、ありそう。こういうパターンね。薄すぎるけど。いやでもまあまあハイブリッドね。見えるかな。これね、熱いと思ってる自分の中で。うわー、かっこ牛肉熱いね。ありそう、めっちゃありそう。じゃあ答えいきます。はい、はい、正式名称は肉の半個体状ドレッシング包み焼き。なーだよ。なわけないや。いや、何それ、本当に。おお、うわマジだ。肉の半個体状ドレッシング包み焼き。わかるわけねえ。わかるわけねえよ。俺むずいわ。まあ、4問目でこれ出さない。なんとか食品は持ってこないでしょってことでしょ。そこも読んでくれ。面白さ求めてんじゃないの。怒られた。間違いない。第5問。あ、はい、お最終問題。最終問題。はい、何点ですか。何点もらえますか。いやもうね、1点。これは100点。ドンピシャで正解したら100点。あ、じゃあめっちゃむずいじゃん。もうドンピシャ、かすりなし。かすりなし。じゃあ当たる可能性あるぞ。第5問こちら、みんな知ってる。うわー、ないよね。頭悪いよ。やばいって何今の。俺正解してほしいから誰かにヒント出すね。はい、一つ目はまずめっちゃむずいってことね。うん、で、あとなんとか加工品とかは入ってない、はい、です。まあめっちゃシンプルかつ面白いみたいな。しかももう今言ってたけどさ、かつビッグカツ、ビッグカツ、トンカツソース味。カツすぎるパッケージが。これ見て帰宅できた、すぐに。安心して。そんな？おふざけしてるな。これでビビッときたんでしょ。うわ、当てた人は食うんでしょ、これ。やったぜ。欲しくない、ほんとに。めっちゃ欲しいよ、ちなみに今。俺から行かせてください。はい。じゃあ、ハルキ。行きます。すりおろし魚衣付きお菓子。
いやー、行き過ぎだよ。いや、それ最終問題になるか。長いというヒントで、で、レイが、これ、カツ、肉じゃないんかいっていうところ。なるほどね。じゃあ、気持ち。本当に最終問題っていうつもりで書きました。はい。実は魚肉。こういうパターン。これなんか、キャラクターがニコニコ笑ってて、本当は魚肉使ってるんだよ、みたいな。うっす。こういうパターン。ないべ。これはないね。いやー、これはないわ。最終問題だぜ。外しに行ったよ、それは、ね。外しに行ってねえ。ならアジフライの方が面白かったし。ちげえよ。ちげえよ。じゃあ最後乗せ。ドンピシャって言ってますから。そう。さっきね、シンプルって言ってたんですよ。薄いカツ。え？え？よくお前これを批判できたな。いや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 。どこ？いや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 。いや俺絶対これだと思うよ。じゃあこの中に正解者は？はい。いません。なんだよ。そうだよもうそうだよ。なんだよじゃないよ。よし。じゃあ自信ある人。はい。じゃあなぜから？まあ、こういうふざけ方ということですよ。とんかつソース（個体）。ありそう。これだべ。そういうことか。めっちゃありそう。これ全然ふざけでもないしダメだな。そうなっちゃうと。めちゃくちゃありそうじゃん。で俺言いますね。衣と切り身って書きます。うわーでもあると思う。切り身みたいな。いやあると思う。魚って逆に書かずに切り身みたいな。あると思います。いや天心木村さん。ちっちゃい声で。いきます。はい。ソフトキャンディー。は？やばいって。これやば。これは行き過ぎだって。おかしいじゃん。だってキャンディーじゃないもん。でも、メモ入れよ。この会社がもしかしたらその駄菓子を全部キャンディーという総称にしてる可能性もあると思ったんです。アイケニやん。社長が。え、当たってたらお前土下座しろよ。俺にそんなこと言うなら。社長にもな。会社に謝るわ俺。そしたら。俺も謝れよ。いやまあお前にも謝れよ。ドンピシャあったな。不正解。なんだよなんだよ。当たってろ。それは。はい。お。はい。まあ、もっちからじゃない漢字2文字、ちょっとふざけて偽の肉って書いて、偽肉みたいな。肉じゃないよ、偽物だよ、みたいな。まあ、ないな。ないかちょっとふざけて、こういう感じじゃないの。まあ、あるかなって、その、思うけどない。不正解確定だけど、ありそうな、なんかその。はいはいはい、はい、豚肉。出たけど、豚肉じゃないもん、だって。そう、だから、豚肉じゃないじゃんっていうところだよ。いつか僕、はい、これはね、シンプル、本当にで、捉えてます。はい、揚げ物。ああもうやばい、それやばい、それやばい。揚げたものに味付けただけ。それやばい。それだ、それかもしれない。それやばい。適当すぎるだろっていうベクトルで、ね、それかもしれない。たじゃあもう正解いきます。はい、はい、正解は珍味。珍味。これはやばい。誰が罰ゲームですか。ダメながら言う。0.5。いや、いい点。点、0.5点、0点なんで。乗せ1週間、罰ゲーム。おいー、だるいやー。